マイク。と、風よ。俺と共に天候を切り裂く。それ、はっ。俺が守るよ。雲なく、借りなく時。はっ。邪魔をするな。邪魔するな。サムライとお前も一緒に切るぞ。もう負けてるのにまだそんな強気でいられるのかよ。負けだと？俺に負けなどない。これはただこの肉体が限界に達しただけだ。お前らがここで俺に勝っても倒れるのはこいつであって俺ではない。こいつは替えの利く操り人形に過ぎん。俺はいつでも次のやつに乗り移ることができる。無駄だ。お前が行動を起こすより先に俺はこの哀れな操り人形を仕留めることができる。それにたとえ俺が器を失ったとしても俺の意志が消えることはない。どんな形であれ、どんな方法であれ、俺は必ず使命を全うするために戻ってくるのだ。お主の使う技、確かに一神殿で間違いない。だがお主の太刀筋からは憎しみとおごり、そして隠しきれぬ狂乱と絶望しか感じられぬ。そんなことまでわかるのか。以前も申したが、一神殿という技は使い手の心境と理念を伝えるものなのでござる。もしも今ユーヤ殿が刀によって操られているというのであれば、あの刀術が見せているものはすなわち刀の内心世界。おそらくその狂乱はお主の一か八かの勝負から来るもの。お主は拙者の出現が自らの頼みの綱だと思っているのではないか。お前がいなければ俺は何もできないとでも言いたいのか。奴は死ぬ前に一神殿の王妃を全て俺に授けた。お前が習得しているのは初歩的なものに過ぎぬ。そんな俺がお前の助けを欲すると思うのか。それはかつてのことであろう。拙者はずっと疑問に思っていた。お主が使い手を自在に操る妖刀であるなら、なぜ稲妻へ来てから何年も騒ぎを起こしていなかったのか。お主の内心世界を見てそれをようやく理解したでござる。お主は機を見計らっていたのではなく囚われていたのであろう。長き歳月を経たお主の力は誰かに触れられぬ限り新しい宿主を得られないほど弱っている。あ、そっか、思い出したぞ。確か長門は収蔵品をあまり触らないんだよな。そして今回夫人の悲しみと怒りによって目が覚めた彼は収蔵品の売買を決心した。その時お主は雄也殿が刀に触れる瞬間を見逃さず、それによって脱出できた。だったらなんだ。答えは拙者がまだ触れていない二つ目の点にある。それはお主さえ飲み込んでしまうほどの絶望。お主は何としても鍛造者の願いを叶えたかった。しかしその願いはあまりにも膨大で重く、一歩近づくたびにお主は大きな代償を支払わなければならなかった。とっくに自身の限界には気づいているのであろう。歯を食いしばりながらも前に進めば進むほど全てを失うことを恐れ、現実から目を背けた。だが拙者から見ればお主の願いなどとうに実現不可能な夢物語でござるよ。お前に何がわかる。俺はその目標まであと一歩のところまで来たんだ。お主が稲妻に戻ってきたのは一神殿が天下無双であることを証明するため。
しかしその残酷なまでの旅において、お主は手段を問わず人の命さえ手にかけた。たとえお主が天候を切り裂こうと、それは鍛造者が望んだ結果なのであろうか。お前、お主が一神殿の王妃を受け継いでいようとも、旅の途中で使い手を道具として扱ってきた。神剣一体に背くやり方を選んだお主に、一体どうして一神殿の力を引き出せるというのでござるか。黙れ、よく口の回る小僧。俺は必ず目的を成し遂げる。これこそ奴の理想であり、俺の存在意義だ。俺の苦境を見抜いたその鋭さは認めよう。だが、俺の決意を見くびっていたな。現実を直視すべきでござるよ。簡単に言ってくれるわ。現実を見ることなんぞ俺にとって無意味。俺を邪魔するものは必要ない。ためらいも自制も現実も全て、はあ、このまま争っていても拉致が開かない。楓原家の末裔、こいつを救いたければお前自身の体と交換だ。まだ分かってくれぬか。今のお主が将軍様に太刀打ちできるとは到底思えぬ。ふむ、一つ賭けをしよう。まず拙者がお主を使ってその力を試してござるよ。おい、まさかそいつの言いなりになるつもりじゃないよな。いいだろう。戦うに値するものを探してくるがいい。俺がお前を分からせてやる。それを片付けたら天守閣へ向かう。だがもしお主が負けたら、おとなしく雄也殿を解放するでござる。いいだろう。そんなのダメだ、カズハ。これは雄也殿を救う唯一の方法でござる。こうしなければ彼はいつまでも刀の操り人形のまま、妖刀の力は今とても弱まっている。それにあやつには迷いがある。心にあるのは邪気のみではないのであろう。たたり神の力は心にある執念を強めることに長けている。それこそが長門殿と雄也殿が利用された原因。拙者はそのような執念を持ってはおらぬゆえ、しばらくは抗えるはずでござる。もし本当に危険な状況に陥っても、お主らがそばにいる。罪のない被害者を救えるのなら、拙者はこのような危険も厭わぬでござるよ。俺はそこまで卑劣ではない。賭けに乗ったのは俺自身にも知りたいことがあるからだ。受け取るがいい。大丈夫でござるよ。少しめまいがするが、すぐに慣れる。まだ想定の範疇でござる。うむ、承知したでござる。これからどうするんだ？カズハは何かいい考えでもあるのか？敵を探そう。この刀は様々な先進バンクを重ねてきたが、まともな戦いは経験していないはず。一心状態に入らなければ、一心のために特別に設計されたこの刀の進化を発揮することはできぬ。こやつが現実を認めるのであれば、それを直視せざるを得なくなるまで戦うでござる。激しい戦いであればこやつもそう長くは持たぬだろう。そういえば冒険者協会で聞いたんだけど、前に高司家が使ってた秘密基地があるだろ。あそこが廃棄された後、ずっと浪人が占拠してるらしいぞ。うむ、よかろう。道案内を頼んでもよいでござるか。ゆうやはどうするんだよ。
刀が言うには、ユウヤ殿には拙者たちの後ろをついてきてもらうそうだ。意識は戻っておらぬが、当分は安否の心配もいらぬであろう。本当に大丈夫か？あそこまでの道って結構険しいけど、気をつけていこうぜ。